ひろひめ沖永両廃所原独器の出土遺物の舞の地。明治期に延休が築かれて漁に事情。村井田古墳は滋賀県舞原市村井田にある古墳。形状は一説に前方後円墳。長浜古墳群を構成する古墳の一つ。実際の被装者は明らかでないが、一部学内庁により、沖永漁として第30代。 離脱天皇皇后の広姫の三ぎに事情されている。荒涼山光雲寺本堂左側に村井古墳山宮。滋賀県北東部、湖北地方の横山丘陵の北端部付近に築造された古墳である。一帯では、長浜茶臼山古墳、柿籠古墳などとともに、長浜古墳群を構成する。坂田軍史によれば、元六九年の荒涼山光雲寺の 本堂改築の際に発見されて、せっかく内から石棺等が出土したが、それらは別の場所に埋納された。この時に、墳丘の大部分が作兵されており、墳丘の残球部分も現在は沖縄領付属地として、区内庁の管理下にあるため、これまでに本格的な調査はなされていない。墳景は作兵のため明らかでないが、前方後円墳の可能性が指摘される。 周辺では、埴輪片が検出されている。主体部の埋葬施設は明らかでないが、施設内部には、家型石棺が据えられていた。石棺小図によれば縄掛け特起4個を有する、麻生溶血病海岸製の石棺とされ、銅製の石棺としては、東源になる可能性が指摘される。また、予期試薬によれば、元禄の,の発見の際には、石棺ともに、宝冠、大刀、 今日なども出土したが、これらの副葬品も、石棺と共に埋葬されたという。この村井田古墳は、石棺、出土派にはより、古墳時代中期中央後半の後世紀中央、後半頃の築造と推定される。長浜古墳群では、長浜茶臼山古墳に後続し、柿か古墳に先行する主張墓に位置づけられる。被装者は明らかでなく、前述のように現在は、 宮内庁により広姫の三笹に事情されているが、築造年代は活動年代に合わずその可能性は低いとされる。横山丘陵南端部では沖永市の市長母軍に否定される沖永古墳軍の築造も知られるが、長浜古墳軍は沖永古墳軍の前代市長母軍に位置づけられるため、沖永市の発展をめぐる当時の歴史的背景を考察する説も挙げられている。 村井田古墳の実際の被葬者は明らかでないが、宮内庁では、第30代、美達天皇皇后の広姫の御捧ぎに事情している。広姫について、日本書紀では、美達天皇4年11月に崩御したとするが、領の記載はない。縁起式書領寮では東馬家の沖永母として記載され、大見国坂田軍の所在で、町域は東西一町、南北一町で、 主ュコさん煙を毎年当てるとする。その後、沖縄墓の所在に関する書伝は失われ、後世の坂田軍内には、皇后塚と称される古墳が数箇所存在していた。村井田古墳もその皇后塚の一つになる。前述のように、村井田古墳では、元六九年に石棺塔が出土した後、堀伊邸内に埋納され、1874年5月には、京武将により、 沖縄漁に、交渉、1875年7月には、手の平邸淵が命じられたが、常日の経緯を踏まえて、同年9月に、遺没前のうちに延休が築かれてそれが、沖縄漁に定められた。その後、幸運寺本堂南側の古墳残休は、沖縄漁付属地と定められ、漁の山道に囲い込まれている。ただし、前述のように、 村井田古墳の築造年代は広姫から遡る時期であるため、現在では広姫の見さ,さぎである可能性は低いとされる。ありがとうございます。